b タイム3は第一機車市会社天津一気な釣り機車によって製造されていたセダン及びハッチバックである大発車レードがベースとなっていた。中国において車レードはタクシー市場と小型車市場のロングセラー車となっていた。1986年9月30日天津シ,シビ型機車が G11 型大発車レードの生産を開始。 1990年10月14日、フルモデルチェンジした G.0 型車レードの生産を開始。1997年12月、フェイスリフト TJ7130UA として販売開始。2003年5月、フロントグリルを変更し、春宮火及び新宮火として販売開始。なお、このモデルは2013年頃まで A シリーズとして販売されていた。 2004年8月8日、フェイスリフト。ヘッドライトの形状などを大きくデザインを変更し、N3 シリーズとして販売開始。2009年11月17日、フェイスリフト。デザインがさらに変更された N5 シリーズが販売開始。2013年3月5日、フェイスリフト。ハッチバックの N7 シリーズが販売開始。2013年5月16日。 N3 シリーズ再編スリフト、デザインを変更。2015年12月、N3 シリーズの生産及び販売が終了。2018年3月20日、夏利すべての車種の生産が終了。従来の夏利名義から通算して、名実ともに30数年の歴史に幕を下ろした。エンジンは、直列4気筒1リットル TJ376。 K 型および1 3リットル直列4気筒 8A 型エンジンを搭載し、4足マニュアルトランスミッションが組み合わせられていた。エンジンは直列4気筒1 1リットル t j 3 7 8 k 型および1リットル t j 3 7 6 k 型1 3リットル8ア,ンペア型エンジンを搭載し、4足マニュアルトランスミッションおよび5足 マニュアルトランスミッションが組み合わせられていた。また、このモデルに直列4気筒1.4リットル CA4GB1 型エンジンを搭載したモデルは夏リ1.4として販売されていた。直列4気筒1.1リットル TJ378K 型エンジンと1.3リットル8アンペア型エンジンが搭載され、5速、マニュアルトランスミッションが搭載される。ありがとうございます。